ご覧いただきたい方はサンダルキャップの部屋の前にもう間もなくもう一列ロープを張らさせていただきますので、そちらの外側でお待ちください。もう間もなく45分からレッサーパンダの赤ちゃんのレクチャータイムを行います。ご観覧ご希望のお客様、たくさんお越しいただきますので、ロープの外側一番前にいらっしゃいますお客様は腰を一番低く落としてご覧いただきます。あらかじめご了承ください。ゆうちゃん、しゃがむしゃがむ、そういうこと。見えるか、見える、見える。この後こちら保育室ではレッサーパンダの赤ちゃんがミルクを飲む姿をご覧いただけます。ミルクを飲み終わりますとサーバルキャットの部屋の前にもう一列ロープを張らせていただきます。そちらのロープの外側からですとガラス越しではない赤ちゃんの姿がご覧いただけます。大変多くのお客様をお越しいただきますので、一番前に入られましたお客様は腰を一番低く落としてご覧いただきます。あらかじめご了承ください。いいよ。お願いします。レッサーパンダの赤ちゃん、このミルクを飲み終わった後、サーバルキャットの部屋の前に出てくるためのロープも張らさせていただいております。ミルクを飲む保育室の前、見えにくい状態の方はどうぞこちらのロープの外側でもお待ちください。かわいいな。失礼します。ぐぐっと後ろの方までお願いいたします。こちらの中央の部屋でまずミルクを飲んだ後にこちらの外側のスペースに連れて出てまいります。失礼いたします。ごめんなさい。もう少し広く取りますので、ロープもう少しだけ下がっていただいてよろしいですか。ごめんなさい。あれ赤じゃない。それではレッサーパンダの赤ちゃんのミルク